皆さんから見れば、僕なんじゃないですか？こんな時に外から来て、素性も知れなくて。てめえがうさんくさいのと、狼かどうかは関係ねえ。僕ですよ。うん。狼は僕です。てめえが狼だと？わかりますよ。あなたの経験では、狼は絶対に自首しない。もちろん、人は嘘をつかない。とりわけ自滅的な嘘は。だからあなたは僕の真意が読めないんだ。黙れ。僕がこれを明かしたのは、僕がこの村の外で育ったものだからですよ。僕は、神様の呪縛にはかかっていませんから。ん？通じないか。まあいいです。とにかく、あなたがこれまで見てきたのは、よそ者のいない閉鎖的な宴でしょ？あなたの経験は、よそ者が混じった宴には通用しない。まあ、あまり警戒しないでください。僕に敵意はありません。撃っても、構いませんよ。ただ、過半数の合意を得ずに殺しをすれば、たとえ一日一殺の制限内でも違反になる、ご存知とは思いますが。能ガキはいい。てめえの用を言え。用って言うんじゃないですよ。僕は、あなたに同情してるんです。
おじいさんと孫で殺し合わなきゃならないなんてひどい話です。僕はそんな局面で自分だけが生き残りたいなんて思えないんですよ。ただ気が重いだけだ。だからあなたに直接聞きに来たんです。てめえ、今なんつった？おじいさんと孫で殺し合わなきゃならない。てめえは狼だから嘘を言っとる。もしそうなら僕はそもそも正体を明かさない。まあわかりますが、僕は確かに狼ですし、話してることは全て真実ですよ。ならばなぜ言った？こう言えば納得しますか？孫を殺したくないなら他の人を皆殺しにしてください。狼はくくる孫でも。ええ、あなたはそう言うでしょう。僕は構いません。そっちが選ばれても。しかしそれは本気ですか？僕は命を懸けてここにいます。ただ一つ、あなたと腹を割って話したいから。だからあなたも腹を割って話していただけませんか？僕はただ納得して死にたいだけだ。そのためにあなたに聞きたい。これまでに参加してきた宴の経験則、あなたの人生観を支えてきた鉄の掟を取るのか、それとも孫を取るのか。教えてください、牧島勘三さん。てめえは信用できねえ。座られたらどうですか？どうせ僕は今一人では動けません。時間はまだあるでしょう。少し安心しました。なんじゃ、
あなたがちゃんと悩んでいる。狼になった途端、殺人をためらわなくなったハルちゃんと違って。ハルが、そうなっとるか。ええ。香織さんもね。反対した僕は、逆に殺されそうになりました。狼になれば、どんなものでも、心まで狼になる。春まで、なぜ？あなたは、これまでの宴では、ずっと人側だったんですね。前のことを、教えてくれませんか？その時のことはよくわからん。ただ後々年寄りどもは口々にあんなはずはなかったと言うておった。どういう意味でしょうか？知らん。狼が本当に出るとは誰も思うておらんかったと。
旅行ですか。小さい子を連れて休みずから。嫁は学校の先生じゃった。実家が隣町で里帰りよ。なるほど。しかしよく外のものを休みずに嫁入りさせる決心がつきましたね。ギリギリよそ者じゃないってとこですか。もちろん、よう思わんものは多かった。耐えばもぶつくさ言うたものよ。あなたは反対しなかったんですか。逆よ。この時期向こうの里に行けるなら安心じゃろ。逃げられたのはその時だけじゃったが。今のと何も変わらん宴じゃった。みな最初はくくりたがらん。狼は迷わず血祭りを始める。加護者が名乗れば偽物も立つ。疑いあってしまいには票で決める。起きてから外れれば汚れじゃ。起きてに挑んだ者もおった。逃げて山ん中で死んだり、物意味をせんで死んだり。この宴で樋口の跡取りも死んだ。織部の安谷義の親父よ。どうして長者であった彼が休みずへ。やつは休みずにまともな水場を作ると言うて一人で乗り込んできよった。井口ん中の争いで面倒を任されたに決まっとるが。狙ったような時期に。実際この時期に休み送りはよくある。てめえもそうじゃ、兄ちゃん。なるほど。いやしかしよそ者をこの時期に呼ぶことは少なかったのでは。そいつは確かだ。そもそも記者やらが休みずに入ったのがねえことよ。わしは何もできねえで、ただ恐ろしいのを隠してむっつり黙っとった。その時の一番のじじいが言った。肝臓てめえよく見とけ。わしらが死ねばお前が宴を回すんじゃ。そう言った。そいつも狼に血祭りにされよったがの。狼は
誰だったんですか？三匹のうち二匹は未だわからん。じゃが最後にくくったのはトールの、わしのせがれと同い年の娘よ。今思い出してもゾッとする。あの器量のええ娘が鬼みてえな面でわしらを呪いながら縄にかかって落ちる時のその面をよ。その後残ったもんで宴の始末して、もちろんあのじじいはフラフラしてやがったがな。戻ってきたタイバーとせがれたちには事故が起きた。じゃが心配するな、そう言って聞かせた。小せえちいはビビってしばらく塩らしゅうなったもんよ。わしを夜便所に呼んだりして、じきに匠が戻ってきて、織部の神さんが安連れて休み送りにされてきた。腹にはよしがおった。それが初めの宴よ。ちなみに宴が始まる前に安水で何か事件は起きませんでしたか？なんじゃそれは。何でもいいです、長者が目に留めそうな大きな事件なら。その何年か前、ここら中で病が流行った。ありゃひどかった。何十人かは死によった。わしも死ぬ寸前よ。それは何の病気でしたか？知らん、ひでえ腹下しの病だ。じゃあその次の宴というのは。8年前、大雨のあと霧が出た。野里の工事現場が崩れて何人だか埋まってから宴が始まった。せがれもカラスだと名乗りやがった。嫁が富子が泣きおる前でわしとせがれは罵り合い、てめえが狼だとわめき合った。それでしまいにはあいつと並んで
投票させられた。最後くくられたのはあいつじゃった。最後まであいつは言い続けた。自分が本物のカラスじゃと。それで親父が狼じゃと。まっすぐな目で。わしは自分がカラスでなけりゃ信じたろう。その時もただジジイとババアがあいつに入れただけで、わしもくくられる瀬戸際よ。それでその晩に一人血祭りになって、あとはわしを狼じゃと思って殺そうとしたか、物意味を破った嫁の富子が汚れを受けて、朝霧が晴れた。何ですって、血祭りの後に何もしていないのに霧が晴れた。うん、本当に血祭りでしたか。狼が何か間違えて汚れを受けただけじゃ。いいや、斧の一発綺麗なもんよ。その時までに確実に葬っていた狼は何人いました。狼三匹のうちせがれだけよ。カラスのわしにはわかった。はるちゃんのことは、わしは聞いただけじゃ。はるはせがれがくくられた晩に休みずに入ったかもしれんが、誰も王者おらん。え、その次の日霧が晴れたんですよね。とにかくそれで宴が終わって、匠も呼び戻して
また始末よ。それで、ハルちゃんがおかしくなって。わしは、ただ、事故じゃと言った。お前の父ちゃんと母ちゃんは、霧に巻かれて、崖から落ちて死んだと。言えるわけがねえ。父ちゃんが狼になって、母ちゃんが駒切れになったなんぞ、言えるわけがねえ。違うか？あなたは正しい。それでも春にとっちゃ親が亡くなったことは変わらん。春はおかしゅうなった。狼付きですか？それもよ。じゃが、素直なええ子じゃったのが、拗ねた、わがままな子になってしもうた。あんな格好をして、あの時に持っとった水筒を、いまだに下げておる。それは、どうかな？ん？狼付きの件はともかく、彼女の態度や趣味が変わったように感じられるのは、あなたの気のせいかもしれません。あるいは、あなたが春ちゃんに対して壁を作っていたから、彼女も同じようにしただけかもしれない。てめえに何がわかる？わかります。同じ狼ですよ。あなたが知れない彼女の内面を僕は垣間見ました。彼女はびっくりするくらい素直です。いや、貪欲と言ってもいい。言われたこと、与えられたものをどんどん取り込んで、したたかに成長する。才覚と呼べるほど、素直でいい子だ。嫌味なしに、いい子。いい人間です。こんなことがなければ交際を申し込みたいほど魅力のある少女です。事件の後、彼女に真相を気取られることを恐れて、距離を取って何も与えることをしなくなったのは、あなたじゃないんですか、肝臓さん。
狼三匹のうちせがれだけよ。カラスのわしにはわかった。あんな格好をしてあの時に持っとった水筒を未だに下げておる。さて、肝臓さん、そろそろ戻らなきゃ。みんなが心配します。肩貸せ、連れて行く。何を寝ぼけてるんですか。ん？あなたには狼を殺すか、人を裏切って人を皆殺しにするか、その二択しかないんだ。だったら今僕を殺すか、僕をここに置いて皆を殺しに行くか、そのどちらかでいいはずでしょう。あなたが、ハルちゃんを大事に思っていることは、十分わかりました。かといって、他の人だって大事でしょう。僕と香織さんと、ハルちゃんを殺せば、最低限の犠牲で勝利できる。投票にしろ殺人にしろ、あなたならそれができる。織部兄弟や匠さんやご老人たちや長者たち、彼らにも罪はないんです。あなたはそれを決められる立場にある。宴でやらなきゃとか眠いことを言わないでください。まあ宴で同意を経て殺さないと汚れを受けるんですけどね。ただ、あなたはきっと、汚れ覚悟で、人か狼かを皆殺しにかかることを選ぶでしょう。ハルちゃんのために死ぬなら命はなくなるし、ハルちゃんを殺して自分が生き残る選択は、あなたはしないはずだ。わしには、わからん。てめえ、一体何を考えてる。牧島肝臓さん、僕はね、あなたが善人でないと困るんです。正しいと思う選択をしてください。